どうもドッグトレーナーゆきです。突然ですが、普段の生活の中で愛犬があなたのことを待ち伏せしている場面があるって気づいていますか？今回は愛犬が飼い主さんのことを待ち伏せする4つの場面とその心理をご紹介します。この動画を見て、あなたの愛犬はどんな場面で待っていることが多いか、その時愛犬はどんな気持ちなのか、ぜひ参考にしてくださいね。留守番中の愛犬はあなたの帰りをいつも心待ちにしていますが、帰宅を待つ愛犬の反応は主に2パターンあります。一つは飼い主さんの足音や物音に気づいてから玄関に行ってお出迎えするタイプです。犬は人より聴覚が優れているので、飼い主さんの足音を聞き分けたり、私たちでは聞き取れない物音にも敏感に反応して、あなたの帰宅を誰よりも早く察知し玄関へと向かいます。もう一つのパターンは、飼い主さんの帰宅時間を愛犬自ら予測して前もって玄関で待機するタイプです。まるで時計が読めているかのような行動ですが、これは体内時計によるもの。人と同じく犬にも体内時計が備わっているため、飼い主さんの帰宅時間がいつも同じ時間帯だと愛犬は帰宅時間を体で覚えて先に玄関で待っているんです。ちなみに飼い主さんの帰りを玄関で待たず、帰宅した飼い主さんが声をかけてもほとんどリアクションしない愛犬もいます。少し寂しい気もしますが、実はお出迎えしないから飼い主さんへの愛情がないというわけではありません。というのも、飼い主さんは必ず自分の元へ戻ってくると信頼していて、安心できる環境にいると飼い主さんが帰宅しても無反応になる愛犬もいるからです。他の場面で愛犬から飼い主さんのそばに来たり甘えてくるのであれば、帰宅時の反応が薄くても心配ありません。ただ普段から甘える素振りがなく、顔を見ると逃げ出すなど愛犬に避けられている場合は、ご飯や散歩などのお世話やスキンシップをとって愛犬との距離を縮めてくださいね。階段を上がった先や扉の後ろに愛犬が隠れるように待ち伏せしていることはありませんか？飼い主さんが来た瞬間に愛犬が飛び出して驚かせるような行動をするのは、飼い主さんのリアクションが面白くて遊びに誘っていたり、飼い主さんの明るい表情から喜んでいると思って繰り返しているからです。飼い主さんが自分の後をついてきているかチラチラ確認しながら隠れるポイントに向かう愛犬もいるので、分かっていてもいいリアクションをして愛犬を喜ばせてあげましょう。飼い主さんがお風呂やトイレに入っている間、ドアの前で待っている愛犬も多いはず。この時の愛犬の心理は、大好きな飼い主さんのそばにいたいという気持ちの他に、お風呂やトイレの中で飼い主さんが何をしているか気になって待っていることもあります。鼻や前足で扉を開けて中を覗き込み、確認して気が済んだらその場を離れる愛犬もいます。飼い主さんの目の前で愛犬自ら急に伏せをしてじっと待っているのは、おやつやご飯を催促しているサインです。顔を上げて背筋を伸ばした状態の伏せはまさにいい子のアピール。飼い主さんをじっと見つめてアピールしますが、我慢できなくなると飼い主さんの顔を舐めて猛アピールします。またこれらの他にも、散歩中によそのワンちゃんを見かけた時にその場でペタンと伏せをして待つこともありますよね。これは相手に敵意がないことを知らせるサインです。伏せをすると相手の目線より自分が下になるため、争う気がないことを伝えています。表情や体の力も抜けていて、まさにウェルカム状態。ただし伏せをしていてもお尻が浮いている場合は、遊びたいけど近づいていいのかわからず相手の反応を伺っている状態です。愛犬がよそのワンちゃんを見て伏せをした時は、どちらのタイプか愛犬の姿勢を確認してみてくださいね。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。